はい、どうも大東です。さあやっていきましょう。第2回100日ハードコアやっていきます。それでは行きましょう。ドラゴンですよね。今ドラゴンのアイテムをゲットして、今金を集めてる状態ですね。蔵が欲しいんで金をねどんどん集めましょう。あ、ちょっと待って、これあれか、設定変えてなかった。ビデオ設定のこれがいつも60ぐらいにしてるんですよね。60、これじゃあこれで、よし、これならアップになるもんね。オッケーオッケーオッケー、よし行こう。ちょっと時間かかっちゃった。で戻るんだったかな。アイテムがいっぱいすぎて戻る、もしくは、あっ危ない、よくそ、はい、やろう。あー同時になっちゃった、ちょっとダメージが入っちゃった。雲さえいればな。あ、こいつはまずい。大丈夫か、大丈夫、オッケー、で戻った、オッケーオッケー。あーでも出口どっちだ、でもまずい、これ帰れるかな俺。鉄はあった、レッドストーンは意味ないね。よしよっしゃ、うん、やばいな、帰れるかな。お、いける、下いける。おー鉄だ、鉄鉱脈かな。鉄鉱脈ではないか、普通だね。ないっすね。よし、オッケー。じゃあ一旦戻ってアイテムを回収、アイテムを補充、補充？アイテムを置いていくか。アイテムを置いていきましょう。多分はレッドストーンは欲しいけど、いっか。出口がわかんないでも。どっちだろう。なんかこっち。うわー、いる、タイデンクリーパーや。タイデンクリーパーになるんや、こいつ。お、よし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 。どっちやったっけ、こっち行こうとしてやめたんだよね。だからこっちで合ってる。うん、こっちで合ってるはず。え、でも下にどんどん行ってんな、これ。あ、で、こっちか。あ、これだ。ここにダイヤモンドがあったの覚えてるわ。で、帰ろうとして、すごいめんどくさい感じになったんだよな、これ。そう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 。で、鶴橋、行きますか。今欲しいのは黒曜石ですよね。とりあえず、これ大丈夫かな。細かい調整はね、鶴橋やった方がいいですね。こっちかな、帰り道は。あーやばい、こうしよう。あ、なくなっちゃった。もう鉄でいっか、多分大丈夫。で、こっちだよね、多分。いや、こっちじゃないな。どっちだ、あれあれ、あ、でもこっちでいいのか。合ってるよね。え、変に暗かったんかな。てる？結構自信ないよ。ん？あーで、こな、なるほどね。で、で、あーこうだ。あー戻ってきた。よかった、いつものとこだ。わあ、散ったらいいかな、次。とりあえず金を手に入れないと。金が今は全く足りない状態です。4個だもんな。鉄はいいんだけど、鉄の蔵作ってもいいんだとは思うけど、ただね、あんまりそんな中途半端な鉄使うよりかはね。うん。おー、ドラゴン。大きくなってる。やばい、出れるかな、外に。グリフィンの卵もね、育てたいけど。
ほんとマジで欲しいバンドル。とまず金を焼いとこうか。はい、金焼いとく。で鉄も焼いときますか。食料があったっけ。食料が、あっただ、ブで焼き豚あった、よかった。これいいや。とりあえず階段はいるけど、とりあえずこれを出そう。で今これいらないでしょ。皮欲しいけど、まあこんなもんでいっか。よし、あと糸だな。糸をゲットしないといけない。まず焼こう。これいいや。これだ。で、木炭が今ないから石炭でいいか。もったいないっていう人もいるかもしれないけど、いいでしょう。で松明がそれほどないから、松明ももう石炭でいいや。これでっか。パーってやって64個。よし行こう。じゃあ金探し。金と、あ、水がないじゃん、溶岩じゃん。黒曜石も欲しいんだよ。多分魔法の防具とかはこれが必要になってくるんだよな、多分黒曜石が。で黒曜石でこれが掘れるのか、マインバーストで。それもちょっと試したいんで、水をまず探そう。いる。いやー、あなたはね、分かってますよ。よし、じゃあこっち行ってみよう。うわっ、いた。これこれだ。いけ。あ、うそ、目の前に来るんだよ。マジビビるわ。目の前に来んじゃねえよ。危な。鉄出るかな、この地形の高さで。どうやったっけな、出ないんじゃないかな。今おったよね、クリーパー。もうちょい下に行かないと出ないよな。よし、これはいいや。いや、まずい。3だ。あ、まずい。あぶねえ。あ、この下いいんじゃない。よし、行ってみよう行ってみよう。あー、いるねー、クリーパーだねー。よし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 。あと、やばいな。おっと、はい、残念。いただき。お、鉄鉄。よしよしよし、鉄鉄。鉄ゲット。オッケーオッケー。お、いいね。よし、ゲットゲット。いやー、どうだ？お、鉄。鉄だらけだな。よし。オッケーオッケー。いやー、いいね。簡単に手に入る。溶岩があるかもしれない。うわあ、溶岩あるな。やべ、やっぱ水持ってくればよかったな、溶岩より。いや、金探すか、まず。金を探そう。金は下にあるはずだ。あ、これは、お、来た。大丈夫、気をつけないと床壊すと危ないね。あれ今どこ壊した。謎のとこ壊したな。よし、これすごいな。なかなかないですよね、あのこの深層岩の、石炭ってなかなかないから、いいね。石炭鉱石か、珍しいんですよ結構。どうだこれ、どうだろう。
雲倒したかったな。どっか行っちゃったかな、雲。金がないですね。よし。おぶね。あ、あかん。おぶね、おぶね、おぶね。お、マジで。ちょっと待って。食料ぐらい食わしてくれよ。おぶな。よし。ああ、危ねえ。ちょっと危なかった。食料食わしてくれないから。お、クリーパーだ。危ねえ。雲どこだろう、さっきいたよな、赤い。あ、いたいた。あ、どうだ。あ、出た出た出た。よっしゃ。嬉しい。よし、じゃあ作るか。これで作りましょう。青で、青でいいや。あ、間違えちゃった。これは青にしちゃったんだ。バンドル作ってから青だな。もったいないからいっか。あー、やっちゃった。神話と肉とかこの辺は入れとこうか。これ入れたらいっぱいになるかな。あ、え、結構取ったかな。そうでもないか。あ、よかったよかった。よし、ゴー。金が、お、嬉しいね。またいたよ。おー、なんで。よし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 。はい、残念。おー、やったやったやった。あー、そうそう、手に入るんですよね。そう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 。はい、ありがとう。あら、ここ。待って、ここかな？よしよしよし。新たなルートだ。なんてこった。金がないんですけど。あれ、こんな金ない？とりあえず金探そう。水はあった。うわ、おー。なんかの洞窟に来たぞ。暗いな、これ。暗いっすね、相当。ウォッチ。甘い。あ、あぶねー。ふう。鉄はあるけど金鉱石がないな、ほんと。鉄がいいんだよな。金が欲しいんだよな。死体き、あ、やばい。あー、ダイヤモンド。怖っ。うわー、後ろにいた。後ろにいた、嘘。ここで終わっちゃった。あー、マジで。嘘。クリーパーにやられた。早い。今回、もっと早いわ。うわー、マジで。いや、10日も行ってないし、全然。ちょっとやばいな、今回。うわー、最悪や。またか。どこ行ったんだっけな。最初村があったよね。あ、ここ、ここ。ここに最初ドラゴンいたんですよね。ドラゴンいて、うわわわ、なんで村にドラゴンいんだよっていう、いいネタになったんですけどね。あ、ここにもあったんだ、卵。あ、知らなかった。結構近いところにあったんですね。で、グリフィンが、ここにおったんですよね。で、おって、あ、卵、ここにもあったんだ。こことここか。あー、にもあったんだ。2箇所ぐらいあるんですね。2箇所あんのか。で、で、ドラゴン、ここにいたでしょ。で、もう一箇所ぐらい、あったんかな？ドラゴン2体いるから、あったんだろうね、卵の。どこにあったんだろう。近くにあるのか、大体。近くに2体いるってことかな。見えないですね。そんで、あ、こんなとこにあるじゃん。今行ったところは多分この辺で、でしょ？最初ここ行ったんですよね。
で最終的に行ったのがどこになるんだろう。下行ってどこだろう。最後に行ったのがあ、こっちか。こっち側行ってからの、あ、意外と近かったんだねここ。行ってからのこうだね。こう行ってここに行ったわけか。でここに行こうとしてやめてこっち行ったの、下行ったんだ。行ってでここに行かずにこっち行ったんだ。でここに行ってちょっと足を滑らしたんだ。ここで足を滑らして落ちて、お、やったと思ったら後ろからドーン。あー、マジかー。うわー、やってもうたよ。もうまたやっちゃった。まさかの6日目かよ。早いって。絶対トライアルチャンバーも近くにあったし、行きたかったな。行きたかったよ、ここ。ねえ。うわ。まだここ行けてないですよね、普通に。行きたかった。いやー、マジっすか、これは、やってしまったわ、普通に。いや、別に難しくはなかったんだけどな。結構余裕って思ったら急だもんね。急に来るから。どうしよう、第3回も同じので行こうかな。新しくなんかアドオンがマーケットプレイスパスに追加したんで、それを追加するのもありよだとは思うんですよね。うわー、どうしよう。ドラゴンか。ドラゴンな。ドラゴン面白かったし、魔法も面白かったんで、ドラゴンにダメージがなかったっていうのがちょっと、あれだったんで、ここはちょっとどうしよう。まあ悩むんですけど、うわ、とりあえず100日は、とりあえず超えないといけないんだよ。100日は。まだ一桁だよ。6日、7日目だよ。7日、1週間しか経ってないよ。やばい。もう一回一から頑張っていきます。はい。じゃあもう今日はこれにて終了です。ちょっと悲しいですけど。はい。じゃあ第3回、同じアドオンで、まあやりますか。とりあえず同じアドオンでやっていきましょう。もう次がダメだったら、購入しないといけないっていうことにしちゃおうか。どんどんお金が減っていくっていうシステム。そうしたら結構自分も、もう気をつけていくんで、はい。じゃあ次回、また同じアドオンにして、そこでまたダメになったら購入するという形にしましょう。はい。それでは以上で終了いたします。ではご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。それでは、バイバイ。100日ハードコア慣れるまで頑張ります。